びっくりしたのが、その常さんとか、ゆうじさんと福さんとかが、それみんなでマリオカートやってますね。やってましたね。あ、そうなんだ。ヒデは。ヒデさん、喋った。はい。田島さんつっていじられました。あ、構造さん。はい。あ、そういうことね。似てんなーって。似てんなーって。ドイツ俺取材行ってたんだよ。もう今別に言ってもいいでしょ、別に俺は。これ勝てんのかな、この雰囲気でっていうような。おじさんだけど遊んでもいいですか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では前回に続き、はい、駒野さんに、駒野さんに来てもらいました。はい、来ていただいております。はい、で今回はですね、はい、あの駒野さんのサッカー人生を、うん、あの振り返っていこうということで、はい、現役時代のところから、まあ、今日の、はい、至るまでをお話しできればと思ってます。うん、だから駒野ちゃん、だからこの前ちょっと話の続きで言うと、広島の要はその育成年代カテゴリーどっから入ったんですか。ユースからです。ユース、その前は、はい、その前はもう和歌山の普通に、はい、クラブチーム、クラブチーム。きっかけは何、そのきっかけは、その関西トレセンで東京に来た時に、うん、サンフレッチェのスカウトの方にスカウトされて、スカウトされて、はい、そこからユースに行くことになりました。ユースに行って、もう和歌山をじゃあ出て広島に出たってこと。そうです、はい、寮生活です。あ、寮生活なんだ。寮あんの。ユースありますよ。それは、みんな入るんですか。はい、もうみんな入ります。広島県の人でも入ります。食事はついてます。はい、あります。あ、いいね。で、練習して、そうですね、練習、学校終わってから4時5時からからやって、はい、で、寮入って、寮戻って食事、お風呂入って食事して、うん、で、学校行って、それをずっと繰り返して、はい、そうです。で、いつトップチームに上がったの。まあ、練習は高校3年生の夏から参加して、僕と森崎兄弟と。ああ、そうなんだ。じゃあそこはもうだからエリートでしょ。その世代の代表入ってないの、おまちゃん。入ってます。めっちゃエリートじゃん。17からジュニア、あ、アンダーセブンティーン、はい、からずっと入ってます。森崎兄弟も入ってるは、どっちかが入ったり入んなかったりですね。うん、まあでも、まあ、入ってないの、はい。で、その世代で入ってた他のアテネ組とかは、同世代だと、そのキーパーだと黒川とか松井もちょくちょく、はい、那須、あ、そうなんだね、はい、慶太とか、まだ、あ、結構じゃあ、はい、選んだ、ね、メンバーは入ってます。ああ、じゃあもうエリートじゃん。いやいや。ルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ。ウルトラ育毛剤チャップアップ。クラブチームにもいて、で、高校の時にはもうトップチームにも練習参加してた。はい、まあでも参加はしてたんですけど、森崎和の方がもう3年生からトップチームの試合してたんで。あ、そうなんだ。はい、コマちゃん、じゃあデビュー覚えてる。デビューは、1年目の当時のナビスコカップ。じゃあトップチーム入ってからっていうか、まあ卒業してから。はい、緊張したその時。しましたよ。対戦相手に三浦篤さんだったので。もうボコボコに。あ、そっか。篤が どこ、ま、マリノスにいた頃。マリノスか、はい、左サイドだもんね。はい、ボコ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 にされました。もうプロの洗礼を浴びました。そっかそっか、篤、うん、とマッチアップだもんね。はい、遊ばれてる感じですね。やっぱもう初めてだったし、緊張感もあったし、はい、もう最初の対戦相手が代表のアツさんで。あ、それやっぱ鮮明に覚えてるんだ。はい、覚えてますね。でもそこからもう最初に出て、もうすぐなんかレギュラーとかポジションはこう取っていけたんですか。いや、もうそこからまた、まあ、こう、はい、サテライト、まあ、当時サテライトだったじゃないですか、うんうん、戻って。え、まずサテライトあった。ありました、ね、それ何年。2000年に入団なので。ああ、そっか、そのくらいまだあるか。はい、あります。じゃあサテライトでちょっと過ごして、試合はそのナビスカップだけで、まあ、あとはもうサテライトリーグでずっと試合をして。そっか、じゃあリーグ戦はあまりトップにはもう絡めなくて、はい、サテライトでどれぐらい、その1年ぐらい。1年もそうですし、次の年も監督は変わりましたけど、うん、もうサイドバックのポジションにもセンターバックの選手を入れる監督だったんですよ。ああ、誰ですか。バレリー。あ、ロシア人の監督なんですけど、はい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 、怪我しても違うセンターバックの、なるほど、選手を入れたりとかして、て、うん、
最初は全然試合にも絡めなくて、うん、でも5月ぐらいゴールデンウィークあたりにみんな怪我しちゃって、うん、もう出る人がいなくて、うん、で自分がもうそこで出ることになって、うん、そこからもう試合に出続けることになりました。じゃあそのチャンスを掴んで、はい、そこからもうずっとレギュラーで、はい、そうですね。いろんなチーム行ってるけど当然広島一番長いですか？いや、どこ？ジュビロです。ジュビロのは長いの？マジ？トップチームだけで言えばジュビロの方が1年長いです。あ、そうなの、はい、全然そんなイメージないけどな。トップチームだけで言うと、はい、うん、だからまあその下のユースとかあると広島、はい、そうですね。あの何チーム行ったんですか全部で？広島、岩田、東京、福岡、うん、今治。今治、はい、最後は今治。はい。コマちゃんどういう性格なの？え、物静かですよ。うん、それは何となくだからあのバッとこう入っていける人がいるじゃない、はい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 、性格的にさ、はい、チーム変わってもって、うん、そういうとこのなんかあの難しさなかったの？ありましたね。まあ、広島の時はまあまあいいじゃない、はいはいはい、ずっと育ってきたね、うん、森崎兄弟とかもいて、うん、でも最初にだからこうチーム出ていろんなとこ行く時ってこの辺は、いや最初の移籍ジュビロだったんですけど、うん、やっぱり伝統奈良のクラブに、まあそうだね、行くってなってすごいもうやっぱり入れなかったですね最初は。入れなかったし、うん、まあ、当時サンフレッチェも後ろ3枚で、うん、352、うん、ジュビロも352でやってましたけど、うん、サイドウィングの役割が違ったので、うん、サンフレッチェはもうタッチラインを行ったり来たりする、うん、上下だけでいいんですけど、はい、うん、ジュビロはもうポジションチェンジがあるので、あ、その対応に自分も答えられなくて、そこも戸惑いありましたし、うん、やっぱ選手同士との、うん、コミュニケーションも最初は、はい、あ、その1年は大変でしたね。その役割、まあ、違うじゃない、うん、それはどれぐらいで慣れていったんですか？ね、そう簡単には対応できなかった。じゃあ最初からずっと出てた感じじゃないの？あ、最初から出てましたけど、うん、本当に自分は探り探りというか。あ、その時のジュビロは、誰います？でもヒデさん、うん、マコさん、そうだよね、あそこまでいいんだ。吉川さんもいましたし、良一もいて、うん、西さん、うん、村井さん、うん、まあ、結構茶野さんとかもいましたし。あ、でもそこでは前田良一がいて、はい、でもそこでそのコンビが、いや、まだ1年目はやっぱりダメ。どっちかというと自分はチームに合わせようというふうに持ってっちゃって、あ、なるほどね、自分のプレーを出せれなかったんですよ、ね、うん、だからまあシステムも違うし、はい、やり方も違うから、まずはこのチームに自分が合わせていこう、そっちの方に舵を切っちゃって、うん、でそこでちょっとうまくいかなかったですね1年目は、うん、何で変わったの？2年目は監督も変わりましたし、うん、そのサイドの4枚になったのかな、うん、でうまくその前の選手の絡みがうまくできて、うん、でそこで自分のプレー、クロスが本数も増えて、はあ、そういう変わりがありましたね。あ、なるほどね。コマちゃんの性格だとさ、行くたびに最初ちょっと馴染めないんじゃないの？でもその1年があったからもう慣れた。はい、慣れましたね。初めてのその移籍で、はいはい、なんとなくこう掴んで、ね、じゃあ次行った時も、じゃあもうそれも経験が、そうですね。一番誰と仲いいんですか、この人？今、まあ、松井ですかね。あ、やっぱ松井なんだ。でも性格全然違うね。違いますね。その前あのベストイレブンの時も言ったけど、小学校の時に初めて会ったっていう。ジュビロの時はもうずっと一緒に行動していて、うん、2人の、そうですね、ずっと行動してましたね。へえ。でも大輔がもうなんかこう、行こうよこまちゃんみたいな感じ。そうですね。でも基本松井も2人になったらそんな引っ張るタイプではないですか、うん、あ、そうなの？テレビ的ですテレビ用です、あいつ。いや、イメージはなんかそうじゃない、やっぱり、はいはい、そう、全部仕切って、はいはいはい、そうですね。口数は減りますね松井はそうなんだ、はい、トーンが下がって喋りますね、うん、でも気が合うんだ、はい、上の世代というか、はい、上の世代ですか。1個上とか2個上、まあその先輩というかその辺の選手代は上はないですかね。あんまりない。どちらかというと下ですね。まあ、あ、そうなんだ、はい、下はまあある程度いる。そうですね。上の人はあんまりない。そうですね、ないですね。あ、でも引退してから、まあ俺もそうだけどさ、あの急激にまたそういう人たちは仕事で会うことが
だから引退して岡野さんなんて現役なんかほとんど喋ん、はい、なかったですけど、うん、引退してからイベントで一緒になることが多くなりましたけど、うん、本当に仲良くしてもらって、うん、だから そういうふうに、まあ、ちょっと現役の時あれだけど、うん、引退してからまたこう、はい、付き合う人が変わってくるでしょ。そうです、はい、そうだよね、はい、俺もだから現役時代ほぼ誰も友達いなかったから友達いないって言ってそんなに言うほどそのすごいみんなでつるむってことそんなにない、うん、ないでしょ、はい、まあ、うん、そうそうそうなんだよね。毎日一緒にいるからね基本チームメイトは、うん、ルーさんにとってかっこいいとはベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。それでいうとじゃあドイツとかのワールドカップの時は結構もう小野さんより上の人たちがいっぱいいるような空気感ですよね。ああそうです ね年齢的にね、はい、でもあの時は玉田さんとか、うん、三尾さんとか、うん、トランプをしたりトランプ、うん、でびっくりしたのがその常さんとかユージさんと福さんとかが、うん、マリオカートをしているそれはちょっとね驚きでした。驚きだったんだ。でもはい一緒にして一緒にして、はい、入れてもらって それはその選手の部屋じゃなくて、はい、リラックスルームに集まって、うん、あ自分たちで持ってきて、はい、任天堂ですかね、自前の、うん、それみんなでマリオカートやってますね。やってましたね。あそうなんだ。部屋とかはその時あれですか、だ誰と一緒だったんですか。いや一人部屋です。アテネの時はアテネはヨシト。おーヨシトなんだ、はい、その時は2人2人部屋です。でもそこから A 代表になって、はい、2006年っていうとドイツドイツです。それが1人、はい、それヒデが1人にしたんじゃないの。違うの代表は1人じゃないですか。あれヒデとやってる。やってます。ヒデの最後の時、はい、そうコマちゃんいるんだ。代表ってその前2人部屋ですか。俺ら2人だ。俺らの時ずっと2人だよ。どっから1人になったんだろうね。でも最初は2人だった。ずっと俺らの時もそうだったし、でもどっかで多分1人になってるんですよ。じゃあ代表の時は1人部屋、はい、一人が良かった。一人が良かったですけど、でも本当にその時もみんな集まってトランプしたりしてたので、うん、そんな一人になることはなかったですね。うーん、ワールドカップでいうと、まあ、その上の人とかもいるじゃない、うん、そのアテネとは、まあ、当然オリンピックとは違うじゃない。ワールドカップなんかそういうなんか緊張感みたいな、うん、そういうのってどうでした。まあ、オリンピックも含めてだけれども、まあ、そのやっぱりオリンピックは同世代なので話しやすいし、話題が一緒じゃないですか、うん、まあ代表はもう上の方たちばっかりだったんですけど、うん、でもそうやって一緒に同じことで共有できたりしてたので、うんうんうん、リフレッシュしたりとか、うん、入りやすかったですね、そういう意味では、うん、だからまあ 上がいると上引っ張ってくれるから、はい、まあコマちゃんとかこうついていけば楽な部分もあったんじゃない、うん、そうやって中に混ぜてもらいましたし、はい、誰が優しかったですか。優しかったですか。皆さんですよ、そりゃ皆さん優しいです。まあ、そうなんだけど、こうよくあの、まあ、コマちゃんがこうあんまり喋んなかったらおってこう気をかけてくれてこうやってくれる人とかいるでしょ。そういう意味では玉田さんとか三尾さんとか玉田、はい、あと誰、あと玉田と三尾さんとか、あ、はいはいはい、ヒデはヒデさんですか。ヒデさん喋った、はい、あの田島さんつっていじられましたあ、構造さん、はい、あ、そういうことね。似てんなって似てんなって、はい、いじられましたねなるほどね。まあそもそもあんまりそんなすごい喋る方でもないしね、うん、まあ淡々と自分のね、はい、だからドイツの次があれか南アカ、だここ連続出てるわけでしょ。もう8年でしょ、はいはい、その間まあずっと代表でしょ、はい、まあ、ほぼね、はい、すごいね。ありがとうございます。すごくない？だって、まあ、4年が長いからさ、まず8年っていうけど、まあ、その2大会のこの最初の前から入ってるわけだからね。だって6年急に入ったわけじゃないでしょ。1年前に入りました。あ、じゃあ、5年ぐらいに選ばれてそこから、はい、夏に選ばれてそこからです。2013までです。13まで、あのワールドカップ14年のワールドカップが決まるオーストラリアまで。すごいね。ドイツ俺取材行ってたんだよ。はい、いや覚えてないでしょ今の返事絶対覚えてないでしょ。行ってましたよ。あのボンにもいましたよ。ボンにも、はい、キャンプ地ですね、うん、はい、すっげえ雰囲気悪かった
悪かったですか。悪かったよ勝てんのかなこれって思ってたよ俺こう練習中見ててみんないたんですよ。そうもう今別に言ってもいいでしょ別に俺はなんかこれ勝てんのかなこの雰囲気でっていうような。だその前、はい、その前のドイツ勝ったんだよね引き分け2-2で2-2のね、はい、レバークーゼンのあそこのスタジアム、はい、その後1-0勝ったんですけど、うん、まあやっぱり外側から、うん、ちょっとピークはドイツに持ってきたなっていう感じで書かれてたみたいで。そうなのよ。だから俺はすごく印象あるんですよ。だからさ多分最初の引退して最初の取材だったんですよ僕このワールドカップは。コマちゃんがいるだから本当50日ぐらいいましたもん僕。今じゃ考えられないけど50日ぐらいずっとヨーロッパいて対戦でブラジルの取材も行ったし、まあ拠点がそのボンだったからボンにもずっと行ってたし、だからよく覚えてるんですよ本当に。初めての方どうでしたかワールドカップは。緊張しました。緊張しました。その初戦で出ましたけど、それまでのサッカー人生で前半の45分があんだけ早く終わったのが初めてでしたそれぐらい緊張しましたね。そんなに、はい、やっぱりワールドカップってすごいとこなんだなっていうのは思いました。もうキックオフしてちょっとしてたらもう45分終わってた感じ。はい、終わってましたね。あっという間に。あっという間でした。何が違ったの。やっぱワールドカップっていう、そう、あの舞台もそうですし雰囲気もそうですし、うん、まあ初戦っていうのもあったので、うん、まあ、いろんなものを含めて緊張してたのかなと思います。それはいつぐらいからその緊張感出てきたの。そのウォーミングアップですね。ウォーミングアップでグラウンドに、うん、試合当日のね、はい、出た時ですね。前の日までは別に、はい、そこまでしなかったですね。その緊張感ってでもコマちゃんもあったけどチームの中ではなかったの。 なんかこうチームでもどんな感じだったの。でも幸先よく先制点を取れたので取ったよね。ちょっとみんなはそれで緊張感はあったかもしれないですけど、そこからは抜けたのかなっていうのは思いますけど、うん、僕自身はそこまで抜けなかったですね。抜けなかった、はい、もう最後まで緊張感あったの。前半はあったんですけど、うん、ハーフタイムで落ち着く時間ができたので、うん、後半は抜けましたね。そっか。でもあの時期待されてたじゃんすごく。あの代表、はいはい、だってメンバーあんだけ揃ってた。そうだったですね。そうでしょ、はい、なんで勝てなかったと思う。分析して今分析やっぱりサッカーって団体スポーツなの で、うん、でチームとして戦えなかったのは一番の原因かなと思います。うまくまあ、うん、いい選手いたけど、ね、一枚岩にならなかったっていうか、どっかでこううまくいかないときにバラバラ感が出た、うん、まあ、やっぱり攻撃のタレントはたくさんいるじゃないですか、うん、でも守備になったら、うん、じゃあみんなできていたのかって言ったら、なるほど、多分意思統一ができていなかったのかなとは思います、ね、サッカーではやっぱり守備からリズムを作るってよく言われますけど、はいはい、そこでその大会は作れなかったのかなと思います。でも それはすごく経験になって、うん、でも次に生かされたわけでしょ。そうですね。だってさ、あの次南アじゃない、うん、あの時って、今も思い出します。思い出しますよ。やっぱりワールドカップになれば、まあ、PK はキッカーとキーパーの駆け引きだと思うので、メンタル的にも沈んで、それまでは笑顔が出せなかったですけど、ボールがまた蹴りたいなっていう。再開試合が静岡ダービーで、名前呼ばれた時にエスパのサポーターから、うん、